白血病阻止因子は細胞の分化を阻害することによって細胞の成長に影響を与えるイルマイナス6ファミリーのサイトカインの一種である。リフ量が低下したときに細胞は分化する。リフの名称は骨髄性白血病細胞の最終分化を誘導し、ゆえに細胞の継続成長を阻止する能力に由来する。その他の性質としては 異なる種類の標的細胞の成長促進や細胞分化、骨代謝、悪液質、神経発生、肺発生、炎症への影響がある。一組替えリフは原因不明の不妊症の女性における着床率の改善に役立つかもしれないことが示唆されている。リフは特異的リフ受容体に結合する。ライファーはこの受容体ファミリーのすべてのメンバーに 共通の特異的サブユニットである GP130、シグナル伝達サブユニットとヘテロに両体を形成する。これによって、ジャック、スタッド及びマップックカスケードの活性化が起こる。リフは、通常、発生中の肺の栄養外肺葉で発現しており、その受容体ライファーは、内部細胞界の至るところで発現している。肺性幹細胞は、 放廃期の内部細胞界に由来する他、それらを内部細胞界から取り出すと、リフの供給源も取り除かれることになる。リフの除去は幹細胞を分化に向かわせるが、それらは増殖能あるいは可能性を維持している。従って、リフはマウス排性幹細胞培養に使用されている。幹細胞を未分化状態に維持する必要があるが、 排性幹細胞の遺伝子操作によって、リフ非依存的成長が可能となる。リフは大抵、自発的文化を減らすために幹細胞配置に添加される。ありがとうございます。